ああ、今日もいいお天気ですね。クエン酸回路を勉強するのにぴったり。ところで皆さんはクエン酸回路と聞いて何を思い浮かべますか？はい。クエン酸回路とは何かごちゃごちゃして覚えることが100個くらいあって、全てを捨てて海にでも行きたくなる回路です。いいね。海行きたいね。正解。まあ確かにクエン酸回路ってめんどくさいっちゃめんどくさいですけど、この動画を最後まで見たあなたは、ああ、クエン酸回路は僕が教えてあげようかと気になるあの子にも声をかけられるようになります。最後まで私についてきてください。ちなみにチャンネル登録していただけるともう嬉しくて、ビシバシ動画作っていきますので、どうぞよろしくお願いいたしまとす。いうことで、今日は覚えることが多すぎて逃亡したくなる回路、別名クエン酸回路について説明します。ところで、このぐちゃぐちゃした回路、何のためにあるか分かりますか？漠然としたイメージでもいいので、ちょっと考えてみてください。クエン酸回路の主な働きは3つです。呼吸する、大量のエネルギーを作る準備をする、多経路とつながる。私たちが食事から取ったグルコースは細胞の中に取り込まれ、解糖系を得て2個のピルビン酸になります。ピルビン酸はミトコンドリアの外膜、内膜を通り抜けることができます。ミトコンドリアの中に入ったピルビン酸はアセチル CoA へと変換され、オキサロサク酸と合わさってクエン酸回路に入ります。クエン酸回路の大事な働きの1つ目は CO2 を吐き出す、つまり細胞の中で呼吸をすることです。クエン酸回路2つ目の働きはエネルギーを作る準備をすることです。クエン酸回路内で作られるエネルギーは GTP が1個だけです。クエン酸回路ではエネルギーを作るのではなく、エネルギーを作る準備をします。クエン酸回路では NADH、FADH2 を作ります。そしてそれらに含まれる水素とその電子を利用してミトコンドリア内膜に埋まっている電子伝達系で、このように電子と水素をピコピコ動かして、まあ、具体的には電子が複合体にくっつくことで複合体が活性化されて、バキュームのように水素を吸い上げてしまうんですね。詳しくはまた電子伝達系の動画で説明する予定ですので、ここでは「へえ、そんな感じなの？」と眺めるだけで大丈夫です。はい、そして内膜と外膜の間に溜まった水素をジャーッと内側に戻すことで、タービンがシャキーンシャキーンと動いてエネルギーが作られまあ、要す。するにクエン酸回路自体では GTP1 個しかできないけれども、クエン酸回路でできる NADH、FADH2 の水素とその電子を使うことで、電子伝達系においてエネルギーを作ることができます。クエン酸回路の働き3つ目は他の経路とつながることです。例えばクエン酸回路のこの辺りからミトコンドリアの外に出て解糖系を逆行する、つまり糖新生へとつながっています。ここで問題です。クエン酸回路の主な働きを3つ答えてください。正解です。クエン酸回路の主な働きは3つです。呼吸する、大量のエネルギーを作る準備をする、多経路とつながる。まず最初の働きとして、クエン酸回路はくるくる回りながら二酸化炭素を吐き出していきます。私たちが普段行っている肺を使って酸素を取り入れ、二酸化炭素を吐き出す、いわゆる呼吸は体の外とのガス交換なので外呼吸と言われていまそす。れに対して私たちの体の中でこのように二酸化炭素が吐き出されることを細胞内呼吸、あるいは内呼吸と言います。ミトコントリアの中にあるクエン酸回路では二酸化炭素を吐き出す内呼吸が行われています。次にクエン酸回路は大量のエネルギーを作る下準備をします。え、クエン酸回路ってたくさんエネルギー作ってんじゃないの？いや、そんな作ってないんだね。皆さんは体内で使われるエネルギーといえば ATP が思い浮かぶと思いますが、クエン酸回路ではちょうど回路の真ん中ぐらいで GTP をちょこっと1個だけ作り出しまあ、す。エネルギーといえばエネルギーですけど、たった1個だけなんですしね。かし重要なのはここから。皆さん、電子伝達系って授業で習ったの覚えてますか？こんな感じでミトコンドリアの内側になんか埋まってる感じでしたね。電子伝達系という名の通り、電子を伝達していく装置です。この時使われる電子や水素を用意するのがクエン酸回路なのです。クエン酸回路では水素を吐き出します。超新星やシャトルの動画でも説明しましたが、1個の水素には糖化である1個の電子が含まれています。つまり水素をもらうということは糖化の電子を受け取ることに
にもなります。この水素、つまり電子を受け取って他の場所へ運ぶのが NAD や FAD です。こんな感じで NAD、FAD は水素と電子を受け取って他の場所へ運んでくれます。クエン酸回路で NADH、FADH2 という形で水素を受け取って、電子伝達系でその電子と水素を供給することで大量の ATP が作られます。クエン酸回路の働きは大量のエネルギーを作るための下準備、つまり NADH、FADH2 を作ることです。最後に多経路とつながることもクエン酸回路の大事な働きです。例えばクエン酸回路は糖新生とつながっているので、クエン酸回路の機能が低下すると糖新生がうまくできず低血糖になってしまいます。またスクシニルコ A はヘムの代謝に関わっています。ヘムって何？ヘムとはこんな感じの物質で真ん中に鉄があってその周りをごちゃごちゃしたものが取り囲んでいます。スクシニルコ A はこの周りのごちゃごちゃしたものを作る材料になります。ヘムは赤血球の材料であるヘモグロビンや筋肉に含まれるミオグロビンに含まれています。この真ん中にある鉄に酸素が結合することで酸素を運ぶことができます。このようにクエン酸回路は二酸化炭素を吐き出し細胞内呼吸を行い NADH、FADH2 を作ることでその後大量にエネルギーを作る準備をしたり多経路とつながってお互いの作用を調節し合っているのです。それではクエン酸回路の大まかな流れを見ていきましょう。クエン酸回路とは TCA サイクル、クレブスサイクル、サイトレートサイクルなど主に3つの名称で呼ばれています。それだけ重要で注目度が高い反応系なのです。クエン酸回路と呼ばれるようにくるくる回るこの回路の最初でクエン酸を作ります。回路は常にくるくる回っているわけではなくアセチルコ A が投入されることで回り始めます。アセチルコ A は炭水化物、脂質、タンパク質の代謝における共通通貨のようなもので、ピルビン酸、脂肪酸、アミノ酸などから合成されます。回路内に投入されたアセチルコ A はオキサロ酢酸と反応してクエン酸になります。オキサロ酢酸は糖新生で勉強したような気がしますね。ちなみに回路の真ん中あたりにスクシニルコ A といって同じコ A がつく基質がいます。それでは文字を見ながら確認していきましょう。クエン酸回路ではピルビン酸とかその他諸々を使って共通通貨のアセチルコ A を作り、くるくる回路の最初でオキサロ酢酸と一緒に回路名の由来であるクエン酸を作る。ついでなのでスクシニルコ A も覚えてしまいましょう。私がグダグダ説明している間に皆さんすでにクエン酸回路に出てくる基質名を4つも覚えてしまってますね。すげー。このようにクエン酸回路は何かいろんなものから共通通貨を作ってぐるぐる回す回路です。解糖系などでできたピルビン酸はミトコンドリアマトリックスへ入ります。ピルビン酸は共輸送系を通じてミトコンドリア外膜、内膜を通過することができます。ピルビン酸はアセチルコ A になりオキサロ酢酸と反応してクエン酸回路へ入ります。同じコ A のついたスクシニルコ A はほぼ反対側にあります。クエン酸回路はくるくる回りながら CO2 を吐き出し NADH、FADH2 という形で水素を拾い上げて一緒に得た電子をピコピコさせて電子伝達系でエネルギーを作り多経路と協力してお互いに調節しちゃってます。クエン酸回路の最初でまずクエン酸が作られる。クエン酸回路はいつもくるくる回っているわけではなくアセチルコ A が投入されて回り始める。アセチルコ A は炭水化物、脂質、タンパク質の代謝における共通通貨のようなものでピルビン酸、脂肪酸、アミノ酸などから作られる。投入されたアセチルコ A はオキサロ酢酸と一緒になってクエン酸を作る。アセチルコ A のちょうど反対側に同じコ A を持つスクシニルコ A がいる。回路の最初でできたクエン酸はイソクエン酸になります。イソとは英語でアイソを意味し異性体を意味します。異性体とは同じ数同じ種類の原子を持っているが違う構造をしている物質を指します。例えばこんな構造をした基質がこんな変化をしたりグルコースとフルクトースこれらも異性体です。イソクエン酸はその後続けて2回も CO2 を吐き出します。そしてついでに H も2回吐き出して NADH を2回続けて作ります。 NADH は水素を1個得ると同時に糖化の電子を1個得たのでその電子をピコピコ使って電子伝達系でエネルギーを作ります。クエン酸がわざわざイソクエン酸になったのは CO2 や NADH を2回続けて吐き出す準備をしていたのですね。
NADH といえばこの回路内でもう1回 NADH が作られるところがあります。どこでしょう？はい、正解。リンゴ酸がオキサロサク酸になる過程で NADH が作られますね。これは等身性で勉強しましたが、ここでも少し等身性のおさらいをしましょう。等身性ではオキサロサク酸をリンゴ酸にしてミトコンドリアから出て、またオキサロサク酸に変換して解凍系を逆行します。オキサロサク酸は水素をやり取りすることでリンゴ酸となり、ミトコンドリアを通過します。ここでよく起こるのがオキサロサク酸、リンゴ酸がぐちゃぐちゃになることです。そういう時にはこの絵を思い出してください。リンゴ酸の体内には水素とそれと糖化の電子が組み込まれています。水素を手放すのはオキサロサク酸ではなくリンゴ酸です。ここまでのおさらいです。クエン酸はイソクエン酸になることで2回続けて CO2 と NADH を吐く。オキサロサク酸の隣はリンゴ酸、リンゴ酸からオキサロサク酸になるときも NADH ができる。では基質名を覚えていきましょう。皆さん、私がぐだぐだ説明している間に6つも基質名覚えてます。すげえ。あと覚えるのはたった3つです。アルファケトグルタル酸、コハク酸、フマル酸だけです。クエン酸回路はごちゃごちゃといろいろ覚えることがあるので、基質名は語呂を使って覚えましょう。クエン酸回路の覚え歌は特におすすめです。リンクを貼っておきますのでぜひ聞いてみてください。ちょっとご紹介します。焦ってくれ急いでくれけどすぐには怖くて、失礼しました。ところで試験勉強に使う語呂、一つの試験を受けるだけでいくつもの語呂を覚えなければいけませんね。そこで発生するのが語呂を忘れるということ。これを防ぐために語呂も一度自分で消化することをお勧めします。例えば、私はもともと理由がわからないと覚えられない方なので、この語呂合わせを見てしばし考えました。そもそもなぜ焦ったり急いだりして食わなければいけないのか、この子は寄宿舎にでもいるのか、アーミーにいるのか、ママ母にいじめられているのか、あ、そうか、彼女はシンデレラみたいな感じでママ母に、ほら、あんたもっと焦って急いで食いなさいと叱られるけど、友達の白雪姫が毒リンゴ食べて仮死状態になってるってニュースになってるから、やっぱすぐに食べるのは怖いんだな、だからとりあえず古いリンゴは置き去りにしてるんだね、了解。では語呂の確認をしましょう。ママ母は焦って食え急いで食えと言うけど、友達の白雪姫毒リンゴ食べて仮死状態だしすぐには怖いよね。せめて古いリンゴは置き去ろう。クエン酸回路、焦って食え急いで食えけどすぐには怖くて、古いリンゴは置き去りさ、クエン酸回路。アセチルコエはオキサロサク酸と反応してクエン酸になります。そしてクエン酸は異性体のイソクエン酸になります。イソとは英語でアイスを意味し、異性体を意味します。異性体とは同じ数、同じ種類の原子を持っているが違う構造をしている物質のことでしたね。わざわざ異性体になって何をするのかと思えば、2回続けて CO2 を吐く、ついでに NADH も2回続けて吐く。ちなみに NADH は3箇所で作られ、もう1箇所はリンゴ酸、オキサロサク酸のところ、これは等身性ですでに覚えましたね。イソクエン酸はアルファケトグルタル酸になります。ややこしい名前だけど、クエン酸回路で立即段階となる反応だし、多経路との関連でよく出題される基質でもあるので、張り切って覚えましょう。クエン酸回路といえばアルファケトグルタル酸です。覚え方としては、気が向いた時につぶやいてみてください。スポーツが上達するように、体を使ってアウトプットする練習をすることで自然と記憶を引き出せるようになります。覚えたと思ってもすぐ忘れるのはみんな同じです。気にせず単なる作業として繰り返してみてください。面倒なアルファケトグルタル酸の次はスクシヌルコエです。前もって覚えていてよかったですね。その次に来るのはコハク酸。コハク酸はコハクから抽出される酸。ネットで調べたら虫入りとか出てきました。甘酸っぱくてペーハー調節剤としても使われるようですけど、すぐには怖くて、アルファケトグルタル酸、スクシニルコエ、コハク酸、最後に古いリンゴはオキサリサ、フマル酸、リンゴ酸、オキサロサク酸。フマル酸は高校の科学で、虎に踏まれてマレニシスとシュールな頃で勉強した人も多いと思いますが、リンゴ酸と同じく果実酸で甘酸っぱく食品や薬品に使われています。そしてリンゴ酸からオキサロサク酸になるとき NADH が作られます。クエン酸回路というようにくるくる回る回路です。いつ次にまたアセチルコエが来てもいいように、すぐにオキサロサク酸に戻って待ち構えてます。
クエン酸回路は覚えることが多すぎて勉強するときに結構気が重いですよね。そこで既存の素晴らしい語呂に話をつなげて補酵素の語呂を作ってみました。補酵素を覚えていきましょう。さっき急いで食ったリンゴなんだけどすぐにジンマシンができて怖くて吐いちゃった。さっき急いで食ったリンゴなんだけどすぐにジンマシンができて怖くて吐いちゃった。GTP は補酵素ではありませんが、ついでなので覚えてしまいましょう。さっき急いで食ったリンゴだけど、やっぱりちょっとおかしかったようですね。ママ母が毒でも塗ったんでしょうか。すぐにジンマシンができて、怖くて吐いてしまいました。皆さんもクイーンさんの置かれた状況を思い浮かべ、気持ちを込めて読んでみましょう。さっき急いで食ったリンゴなんだけど、すぐにジンマシンができて、怖くて吐いちゃった。かわいそうですね。では軽くおさらいしましょう。クエン酸回路の最初で回路の名前の由来ともなるクエン酸を作る。回路はいつもくるくる回っているわけではなく、アセチルコエが投入されることで回り始める。アセチルコエは糖質、脂質、アミノ酸代謝の共通通貨のようなもので、フィルビン酸などから作られます。アセチルコエはオキサロ酢酸と反応してクエン酸を作る。クエン酸はわざわざ異性体であるイソクエン酸になったかと思うと、2回続けて CO2 を吐く。ついでに NADH も2回吐く。糖新生でも勉強したけど、リンゴ酸がオキサロ酢酸になるときも NADH ができる。NADH は水素を1個得たことで、その糖化の電子を使って電子伝達系でピコピコエネルギーを作る。そしてアセチルコエのほぼ反対側に同じコエを持つ副心のコエがいる。焦ってくれ、急いでくれ、けどすぐには怖くて。リンゴはオキサリサ、クイーン酸回路。さっき急いで食ったリンゴなんだけど、すぐにジンマシンが出て怖くて吐いちゃった。すぐにジンマシンが出て怖くて吐いちゃった。この図の中でもう一箇所 CO2NADH を作る箇所があります。どこでしょう？正解。フィルビン酸からアセチルコエになる反応で CO2 と NADH が作られます。くるくる回る前に CO2 と NADH を吐き出しているのですね。フィルビン酸は炭素が3個、CO2 を吐き出した分炭素が1個減って、アセチルコエは炭素が2個になります。糖新生でも説明しましたが、オキサロ酢酸は炭素が4個、アセチルコエと合わさってクエン酸は炭素が6個。クエン酸はわざわざ異性体のイソクエン酸になって何をするのかと思えば、2回続けて CO2 を吐く。炭素も6個から5個、4個と減る。その後はオキサロ酢酸まで炭素の数は4個と変わりません。グルコースは6個の炭素から構成されています。グルコースは解糖系を得て2個のピルビン酸になります。ピルビン酸は炭素が3個。ここでは紛らわしいので、ピルビン酸1個分だけ図に示しておきます。ピルビン酸はミトコンドリアに入ってアセチルコエに変換され、クエン酸回路へと入ります。さて、クエン酸回路の中で CO2 が吐き出されるのはどこだったでしょう？まずはピルビン酸からアセチルコエになる反応。クエン酸回路に入る準備段階で CO2 を吐き出しましたね。次にクエン酸がわざわざ異性体のイソクエン酸になったと思えば、2回続けて CO2 を吐き出しましたね。クエン酸回路に入る準備段階も合わせると、この合計3回 CO2 を吐き出します。フィルビン酸は炭素が3個、CO2 を吐き出すことで炭素を1個手放すので、炭素の数は3個から1個減って、2個になります。アセチルコエは炭素が2個です。オキサロ酢酸は炭素が4個、アセチルコエの炭素の2個を合わせてクエン酸は炭素が6個になります。クエン酸からイソクエン酸になるときは炭素の数変わらないので6個のまま、イソクエン酸からアルファケトグルタル酸になるときには炭素を1つ手放すので炭素の数は6個から5個へと減ります。アルファケトグルタル酸からスクシニルコエになるときも炭素を1つ手放すので炭素の数が5個から4個へと減ります。スクシニルコエからオキサロ酢酸までは CO2 を吐き出すこともないので炭素の数は4個のままです。酵素とは何でしょう？酵素とは生物が生きていく上で必要な化学反応を促進する性質を持った物質です。例えば A が B になる反応において、
通常はこれだけのエネルギーを必要とします。酵素を使うことでより少ないエネルギーで簡単に B になることができます。酵素はタンパク質、つまりアミノ酸の塊です。例えばリンゴ酸デヒドロゲナーゼはこんな感じでアミノ酸がくるくる巻いていたり、平たくシート状に塊を作ったものが組み合わさってできています。 NAD が NADH となる反応では、水素と結合した物質と NAD が酵素にくっつくことで酵素が水素の受け渡しを触媒します。クエン酸回路で行われる反応はたった3種類です。水素を抜く、水をくっつける、合成するです。水素を抜く反応には脱水素酵素、つまりデヒドロゲナーゼ、デハイドロゲナーゼが使われます。水をくっつける反応にはナントカラーゼが使われます。この酵素は基質内の結合を切ることで水が結合することができるようになります。何かをくっつけるには結合を切る必要がありますよね。この酵素が基質内の結合を切ることで水が入り込むことができるようになります。最後は合成酵素です。反応に ATP などのヌクレオチド三リン酸を使うものをシンテターゼ、ATP などを使わないものをシンターゼと言います。ヌクレオチド三リン酸を使う方が長くて面倒な名前と覚えてください。確認です。クエン酸回路で行われる反応を3つ答えてください。正解です。脱水素反応、水孵化反応、合成反応でしたね。では、脱水素反応はどれでしょう？正解です。NADH、FADH2 ができる反応でしたね。例えばリンゴ酸からオキサロ酢酸への反応では、リンゴ酸が水素を2個多く持っていて、これが脱水素酵素。ここではリンゴ酸脱水素酵素の働きで、リンゴ酸から水素が抜かれて NAD にくっつきます。そして水素は1個余ります。そう、 NADH ができる反応では漏れなく水素が1個余ります。そして全ての反応がデヒドロゲナーゼによって触媒されます。ピルビン酸から水素を抜くので、デヒドロゲナーゼの前にピルビン酸をくっつける、イソクエン酸をくっつける、アルファケトグルタル酸をくっつける、琥珀酸、リンゴ酸。皆さん、あとたった4つだけ覚えればいいですよ。ちょっと微妙だな。それではアセチルコエートオキソロ酢酸がクエン酸を合成する反応を見ましょう。これは ATP などを使わない反応なのでシンターゼです。 ATP、GTP などのヌクレオチド三リン酸を使う反応がシンテターゼ、使わないのがシンターゼでしたね。クエン酸を作るのでクエン酸シンターゼです。同じコエのスクシニルコエは琥珀酸を合成します。コエつながりで合成と覚えましょう。ここでは GTP が反応に関係してきます。ヌクレオチド三リン酸の一種 GTP を使うのでシンテターゼです。ちなみにここでできた一分子の GTP は一分子の ATP に変換することができます。次に戻ります。ヌクレオチド三リン酸を用いる反応なのでシンテターゼ、そしてこの反応に使われる酵素はスクシニルコエシンテターゼです。あれ、スクシニルコエを合成するならスクシニルコエシンテターゼって良さそうだけど、スクシニルコエを使って琥珀酸を作るなら琥珀酸シンテターゼじゃないの？さっきのクエン酸シンターゼはクエン酸を合成するからクエン酸シンターゼだったよね。はい、その通りです。スクシニルコエシンテターゼは琥珀酸チオキナーゼとも呼ばれます。スクシニルコエシンテターゼはスクシニルコエ GDP リン酸から琥珀酸コエ GTP を作る反応に使われます。この酵素は逆反応である琥珀酸コエ GTP からスクシニルコエGDP リン酸を作る反応にも使われ、酵素の名前スクシニルコエシンテターゼはこの逆反応に由来すると考えられます。すでに琥珀酸デヒドロゲナーゼという琥珀酸の名前がついた酵素が使われているので、スクシニルコエシンテターゼという名前をここで使った方がごちゃごちゃしなくて良さそうですね。さあ、残るは2つです。この2つは酵素が結合を切ってそこに水が入り込む反応で、なんとかラーゼという酵素でしたね。フマル酸に作用するのでフマラゼ、クエン酸に作用するのでアコニターゼです。ちょっと待って、アコニってどこにいるの？あそこにいたぜ。え、あそこにいたぜ。アコニターゼ。はい、今回もいまいちですね。説明を続けます。クエン酸は異性体であるイソクエン酸になった後、2回続けて CO2 と NADH を吐き出します。異性体になることで次の反応を起こしやすくするのですね。そういえば解糖系でもグルコースはわざわざ異性体のフルクトースになった後
DHAP と GS3P に分かれるという大技をこなしていましたね。このようにある基質が異性体に変化したら、次に何か大胆なことが起きると覚悟してください。さて、クエン酸とイソクエン酸の構造を比べてみましょう。 H と OH の位置が逆ですね。それならひっくり返せばいい感じになりそうですが、そんなに簡単にはいかないようですね。まずはクエン酸から水を外して、再び水を加えるとイソクエン酸になります。この水を外して再び水をつける酵素のことをアコニターゼと呼び、この真ん中にある基質の名前がシスアコニット酸なのです。シスアコニット酸から水を除去して水を孵化する除去孵化酵素、これがアコニターゼなのです。クエン酸回路の語呂にも登場せず、え、そんなやついた、ああ、あそこにいたぜと、そのあまりに軽い扱いを受けるアコニターゼ、あそこにいたぜ、アコニターゼ。しかし私の推し面はアコニターゼです。そんな感じでクエン酸とイソクエン酸の間にはシスアコニット酸という基質があり、一旦水が出てまた水が入ります。2つの反応を触媒するのがあそこにいたぜ、アコニターゼです。さあ、まっさらな状態から酵素を書き込んでいきましょう。まずは一番多い脱水素酵素から片付けましょう。クエン酸回路において水素を含む基質 A が基質 B になるとき、基質 A から水素を抜いて NAD もしくは FAD に水素をくっつけるという反応が行われています。基質から水素を抜く、つまり脱水素が行われていて、それを触媒するのが脱水素酵素デヒドロゲナーゼです。クエン酸回路で NADH が吐き出されるのはこの4箇所、 FADH2 が作られるのは琥珀酸の後、このすべてがデヒドロゲナーゼにより触媒されます。ピルビン酸から水素を抜くのでピルビン酸デヒドロゲナーゼ、イソクエン酸デヒドロゲナーゼ、アルファケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ、琥珀酸デヒドロゲナーゼ、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ。次は CoA を使って合成していきましょう。合成酵素には合成反応にヌクレオチド三リン酸を使うシンテターゼと使わないシンターゼがありましたね。アセチルコエとオキサロ酢酸からクエン酸を作る反応ではヌクレオチド三リン酸を使わないのでシンターゼ、クエン酸を合成するのでクエン酸シンターゼでしたね。スクシングルコエと琥珀酸の反応にはヌクレオチド三リン酸が使われるのでシンテターゼ、この酵素は琥珀酸からスクシングルコエという逆反応にも使われるのでスクシングルコエシンテターゼ。あと2つは水を入れる反応でなんとかラーゼでしたね。クエン酸とイソクエン酸の間には誰かに あそこにいたぜと教えてもらわないといけないほど存在感の薄いアコニターゼが働いていましたね。そしてフマル酸からリンゴ酸への反応には基質名そのままフマラーゼが使われます。ああ、勉強しすぎて脳みそが溶けそうですね。ちょっと軽く運動してドリンクでも飲みましょう。では試験対策をしておきましょう。もしあなたが先生だったらクエン酸回路に関して生徒のみんなにどんな問題を出しますか？ここまでこの動画を見てくれた皆さんなら基質名、酵素名などは答えられると思います。ここではクエン酸回路全体を見渡して出題される問題を少しだけ解説したいと思います。テストでいい結果が出せるよう応援してます。では問題1。クエン酸回路内で基質レベルのリン酸化過程を触媒する酵素は何か？はい、これはもう嫌というほど聞かれるお決まりの問題ですね。答えはスクシニルコエシンテターゼです。まず基質レベルのリン酸化とは何でしょう？基質レベルのリン酸化とは、高エネルギー物質から ADP や GDP にリン酸基を移すことによって ATP、GTP を作る反応です。なぜ先生はわざわざこの質問をなさるんでしょう？そうです。基質レベルのリン酸化を行うということは、電子伝達系を介さなくとも、ATP、GTP を作ることができるということです。作られるエネルギーはわずかですが、このように電子伝達系を介さないエネルギーの産生も行われています。ところで、クエン酸回路内でエネルギー産生が行われる箇所はどこでしょう？そうです。真ん中あたりでちょこっと1個だけ GTP ができてましたね。クエン酸回路内で唯一エネルギー産生が行われる箇所、スクシニルコエから琥珀酸になる反応でしたね。スクシニルコエ、GDP、リン酸から琥珀酸、コエ、そして GTP ができる。そしてこの反応を触媒するのがスクシニルコエ、シンテターゼでしたね。ということで、
クエン酸回路内で基質レベルのリン酸化過程を触媒する酵素はスクシンジル抗 A 神経ターゼです。ちょっと待って、この反応式よく見てみるとなんかおかしくないですか？このリン酸が GTP にくっついただけじゃないんですか？ここまで気づいたあなたは頭キレキレの天才。この反応に使われるのはスクシンジル抗 A、GDP、リン酸、そしてスクシンジル抗 A 神経ターゼです。まずはスクシンジル抗 A とリン酸が反応し抗 A が外されてリン酸がくっつきます。次にスクシンジル抗 A シンテターゼのこの部分にリン酸基が吸い寄せられます。残ったものが琥珀酸です。最後に GDP がリン酸をもらって GTP になります。 GDP が基質からリン酸をもらってますね。問題2、酸化滴脱炭酸反応を触媒する酵素を答えてください。またこの滴っていう言葉が全体をこう難しくしてますね。酸化的には脱炭酸、酸化っぽい脱炭酸、私的には脱炭酸みたいな。滴ってなんなん。まあ難しく考えなくても、ほらここ脱炭酸なので、まずは CO2 を吐き出しているところに着目しましょう。 CO2 を吐き出すのはこの3箇所。クエン酸回路では CO2 を吐き出すときに必ず水素も吐き出して NADH を作ってましたね。水素が基質から外れるので酸化反応、それと同時に脱炭酸反応が起きてますね。水素を基質から抜き出すのはデヒドロゲナーゼ、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ、イソクエン酸デヒドロゲナーゼ、アルファケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ、答えはこの3つです。もう少し詳しく見てみましょう。酸化的脱炭酸反応とは何でしょう。酸化的脱炭酸反応とは、カルボキシル基を持つ化合物が酸化されると同時に脱炭酸されることです。脱炭酸はわかるけど酸化ってわかりますか？私はわかりませんでした。なぜ水素が離れることを酸化というのか理解できなかったので丸暗記しました。試験と追われる中で一つ一つを理解しながら前に進むのは私には不可能でした。勉強を重ね少し分かるようになったので私の思い出し方を説明してみます。酸化すると聞いて私の頭にまず思い浮かぶのは錆びついた金属です。説明しやすいのでここでは銅が錆びついている状態を思い浮かべてみてください。銅は錆びついて、つまり酸化して酸化銅になります。酸化銅は Cu2+ と O2- が結合してできています。銅が Cu2+ になるために銅は電子を2個失います。錆びついた銅、すなわち酸化した銅は電子を失うことで作られます。このように錆びついた金属、すなわち酸化した金属は電子を手放すこと、電子を酸素に渡すことで起こるというイメージを結びつけて覚えてます。それでは次に水素の動きと酸化還元を考えてみましょう。例えば硫化水素 H2S は H+ と S2- が結びついてできています。硫化水素が硫黄になるとき、硫黄はマイナス2から0、つまりプラス2傾くということは電子を2個失っていることになります。電子を失うので酸化反応です。硫化水素全体に注目すると、水素と結合した基質から水素が抜け出すこと、これも酸化反応と言います。つまり酸化とは水素を失うことでもあります。水素と結合しているということは水素以外の基質 X はマイナスに帯電していることになります。基質全体から水素が離れる、基質は電子を失う、つまり酸化されることになります。この反応がなぜ酸化的脱炭酸反応と言われるのか、この1分間だけでもいいので電子の動きをちょっと考えてみてください。問題3、オキサロ酢酸がクエン酸回路内で果たす役割と、オキサロ酢酸が不足した時の補充機構を説明してください。クエン酸回路は NADH、FADH2 を作り出し、電子伝達系でエネルギーを産生する準備をします。また他の経路とつながってお互いに調節をし合っています。このようにクエン酸回路は生命を維持するためにとても大事な役割を担っています。クエン酸回路はいつもくるくる回っているわけではなく、アセチル CoA が投入され、オキサロ酢酸と合わさることで回り始めます。つまり回路をくるくる回すには、アセチル CoA とともにオキサロ酢酸が必要なのです。材料となるアセチル CoA とともにオキサロ酢酸を十分に準備しておくことで、クエン酸回路内のそれぞれの基質が安定して供給され、多経路とうまく調節し合うことができます。アセチル CoA は糖質、脂質、タンパク質などから作ることができますが、オキサロ酢酸はクエン酸回路のほか糖新性、
アミノ酸代謝などにも使われるため不足しがちです。それを補うのがピルビン酸からオキサロ酢酸を作る反応です。ピルビン酸からオキサロ酢酸を作ってみましょう。ピルビン酸は炭素が3個、オキサロ酢酸は炭素が4個、つまり炭素を1個くっつけないといけないですね。だから CO2 を1個用意しましょう。二酸化炭素、カーボンダイオクサイドは私たちの体の中で水とくっついて HCO3 バイカーボネートの形で存在します。まあ気体でぷかぷか浮かんでいるより HCO3- の形でいる方がなんとなく体の中で起きる反応に使いやすそうですね。ところで基質の中に COOH カルボキシル基を持つ基質はカルボン酸と呼ばれます。COOH はカルボキシル基、カルボキシル基を持つ基質はカルボン酸、 HCO3- はカルボン酸の一種なのです。カルボン酸をくっつけるのに必要な酵素はカルボキシラーゼです。ピルビン酸をカルボキシル化するのでピルビン酸カルボキシラーゼです。ピルビン酸カルボキシラーゼが作用するには ATP、ビオチン、CO2 がいります。余談ですが、ピルビン酸カルボキシラーゼ、アセチルコエカルボキシラーゼなどは語呂合わせで ABC カルボキシラーゼと呼ばれています。 ATP、アイオディン、カーボンダイオクサイド、必要そうだったら覚えてみてください。まとめます。ピルビン酸は炭素が3個、オキサロ酢酸は炭素が4個、ピルビン酸ハイルベイに CO2 を加える、 PC ハイルベイカーボキシレース、ピルビン酸カルボキシラーゼ。問題4、ピルビン酸からアセチルコエを作るときに必要な補酵素は何でしょう。答えは TPP、活性化ビタミン B1 です。ビタミン B は私たちの体の中で補酵素として働いてくれています。 NAD、TPP、FAD はクエン酸回路でも働いてくれていますね。ビタミン B1 はリン酸化することで活性化します。一リン酸、二リン酸、三リン酸、私たちの体内ではその大部分が二リン酸の形で存在します。この部分は別名ピロリン酸とも呼ばれます。チアミンピロリン酸、サイミンパルフォスファイト、 TPP、 TPP、 TPP はピルビン酸がアセチルコエになる反応の中で補酵素、つまり酵素の補助をして反応を手伝ってくれます。ピルビン酸はまず TPP と結合すると同時に CO2 を吐き出します。次にリポアミドという補酵素が手伝いに来てくれて TPP を外してくれます。そしていよいよコエと結合してアセチルコエができます。最後にリポアミドにくっついた水素を NAD が受け取って NADH になります。いや、コエとアセチル基を結びつけるだけなのになんでこんな手間がかかるんでしょう。ちょっとコエの構造を見てみましょう。分子の中に ADP が入ってるだけでも強そうなのに、その上端っこがチオール基なんですね。これは強くて怖い先生を前にヘコヘコ補酵素のように働きまくる私のようですね。というわけでアセチル基をくっつけるといっても実際にはこんな簡単にはいきません。補酵素に助けてもらう必要があります。ピルビン酸がアセチルコエになるにはまず TPP と結合すると同時に CO2 を吐き出す。リポアミドが来てくれて TPP が外れる。コエと結合してアセチルコエ。最後にリポアミドにくっついた水素を NAD が受け取って NADH になります。ちなみにコエをくっつける反応はピルビン酸からアセチルコエの他にアルファケトグルタル酸からスクシニルコエを作る時にもコエをくっつけましたね。アルファケトグルタル酸からスクシニルコエを作る時に使われる酵素アルファケトグルタル酸デヒドロゲナーゼもピルビン酸デヒドロゲナーゼと同じように3つの酵素からなる複合体です。反応もほぼ同じです。クエン酸回路ではこの2箇所で TPP が使われます。クエン酸回路でコエをくっつけるには TPP が必要と覚えてください。ピルビン酸からアセチルコエを作るときに必要な補酵素は TPP。 ビタミン B 群が不足することはクエン酸回路にとって死活問題なのです。問題5、クエン酸回路で使われる酵素はどこに存在しますか。クエン酸回路のそれぞれの反応はミトコンドリアの中、ミトコンドリアマトリックスで行われます。しかし1箇所だけミトコンドリアの内膜に埋まっている電子伝達系の複合体で行われる反応があります。汚い図ですね、すみません。クエン酸回路の反応はマトリックスで行われ、それぞれの酵素はマトリックスにあるのですが、コハク酸からフマル酸になるときに使われる酵素コハク酸デヒドロゲナーゼは電子伝達系の複合体2に乗っかってるんですね。ここでふわっと FAD から FADH2 ができますね。
できた FADH2 はそのまま複合体2で使われます。ということでクエン酸回路で使われる酵素はマトリックスとミトコンドリア内膜にあります。内膜に埋まっている電子伝達系複合体2に含まれる琥珀酸デヒドロゲナーゼにより FAD は FADH2 になり、その場で複合体2に使われます。 FADH2 複合体22つながりで覚えやすいですね。問題6、クエン酸回路は主にアセチル CoA の供給量により調節されます。この調節の基準を説明してください。はい、これもよく聞かれる問題ですね。ピルビン酸がアセチル CoA に変換され、オキサロ酢酸と縮合することでクエン酸回路が回り始めます。つまりアセチル CoA がどれだけ供給されるかでクエン酸回路を構成するそれぞれの基質量が決まってきます。ピルビン酸からアセチル CoA を作る反応にはピルビン酸デヒドロゲナーゼが使われます。この反応では NADH と CO2 ができます。基質内の水素が吐き出されてそれを NAD が拾うことで NADH ができます。つまり脱水素反応使われる酵素はデヒドロゲナーゼ、ピルビン酸から水素を抜くのでピルビン酸デヒドロゲナーゼ。ピルビン酸デヒドロゲナーゼはとても大きな複合体で、先ほども説明しましたがピルビン酸からアセチル CoA を作るこのややこしい反応も主にこの3つの酵素を使って行っています。 CO2 を吐き出して CoA をくっつけて NADH を作る。ピルビン酸デヒドロゲナーゼはピルビン酸 CoA NAD をアセチル CoA CO2 NADH H+ に変換します。反応が進んでアセチル CoA NADH がたくさんできたり、クエン酸回路がうまく回って電子伝達系でエネルギーがたくさん作られると、もうそんなにいらないよという感じで抑制がかかります。ピルビン酸デヒドロゲナーゼはリン酸化することで不活性化します。珍しいですね。リン酸をもらうと頑張るタイプが多い中、ピルビン酸デヒドロゲナーゼはリン酸をもらうことで満足してサボっちゃうタイプなんですね。私もちょっといい結果が出ると Hey, good job. 今日もお疲れ私すぐに調子に乗ってサボるタイプなので、ピルビン酸デヒドロゲナーゼには親近感を覚えますね。繰り返します。ピルビン酸デヒドロゲナーゼはリン酸基をもらうことで不活性化します。反対にピルビン酸デヒドロゲナーゼはカルシウムイオンやマグネシウムイオンで活性化します。活性化するときにリン酸基を捨てます。ピルビン酸デヒドロゲナーゼは脱リン酸化することで活性化します。ピルビン酸デヒドロゲナーゼは略して PDH と言われるので、以後 PDH という略語を使っていきます。PDH ピルビン酸デヒドロゲナーゼはリン酸化することで不活性化します。PDH ピルビン酸デヒドロゲナーゼにリン酸基をつける。 PDH をリン酸化するので PDH キナーゼ。キナーゼとは ATP などの高エネルギー物質からリン酸基を抜き取って基質をリン酸化する酵素でしたね。 PDH を不活性化するときに使う酵素は PDH キナーゼです。 PDK とも言われます。PDH はリン酸基を手放すことで活性化します。PDH を脱リン酸化する。 PDH からリン酸基を外す反応に使われるのは PDH フォスファターゼ。フォスファターゼはホスホリン酸を加水分解して外す酵素、脱リン酸化酵素でしたね。一旦ここでまとめます。ピルビン酸からアセチル CoA ができる反応は、その反応によってできるもの、すなわちアセチル CoA や NADH によって抑制されます。エネルギーである ATP がたくさんある時にも回路をくるくるたくさん回してエネルギーを作る準備をする必要がないので、 ATP もこの反応を抑制します。この反応を触媒するピルビン酸デヒドロゲナーゼはリン酸化することで不活性化します。反対にピルビン酸デヒドロゲナーゼは脱リン酸化によって活性化されます。カルシウムイオンやマグネシウムイオンのもと PDH は脱リン酸化によって活性化されます。ちなみにピルビン酸デヒドロゲナーゼの不活性化には2つの基準が関与します。1つ目は反応によってできたアセチル CoA、NADH、ATP が PDH キナーゼを活性化すること。2つ目はアセチル CoA、NADH、ATP が PDH にアロステリック因子として作用して PDH を抑制的に調節すること。ところでアロステリック効果って覚えてますか？せっかくなので復習をしておきましょう。
アロステリック効果とは、標的タンパク質の活性部位やリガンド結合部位ではない部位、アロステリック部位にエフェクターと呼ばれる化合物が結合することで、標的タンパク質の活性や機能が調節される現象です。例えばこの状態では基質が酵素に結合できませんが、アロステリック部位にアロステリックエフェクターが結合することで、酵素の構造が変わって基質が結合し、酵素反応を進めることができます。つまり反応を促進することができます。一方、もともと基質は酵素に結合できていたのに、アロステリックエフェクターが結合することで基質が酵素に結合できなくなり、反応を抑制する場合もあります。このようにアロステリック効果とは、アロステリック部位にエフェクターと呼ばれる化合物が結合することで標的タンパク質の活性や機能が促進されたり抑制されたりする現象を示します。ピルビン酸からアセチル CoA の反応では、アセチル CoA、NADH、ATP がアロステリック効果によりピルビン酸デヒドロゲナーゼの活性を抑制します。つまりこの反応は、リン酸化、脱リン酸化に伴う共有結合性調節とアロステリック調節によって調節されています。余談ですが、活性型ピルビン酸デヒドロゲナーゼは PDHA、不活性化型は PDHB とも言われます。そしてこのカルシウムイオン、クエン酸回路を活性化させるイオンは何ですかという聞かれ方もするので、と元気よく答えてください。問題7、クエン酸回路内には何箇所の不可逆反応がありますか。ただし、ピルビン酸からアセチルコエの反応もクエン酸回路に加えてください。はい、この問題はさらっと覚え方だけ解説します。クエン酸回路内での不可逆反応は、ピルビン酸からアセチル CoA の反応も加えると4箇所あります。まずは NADH と CO2 を一緒に吐き出すところ、まあ一緒に吐き出すので相当疲れるんでしょうね。ピルビン酸、イソクエン酸、アルファケトグルタル酸、デヒドロゲナーゼ、お疲れ様です。そんなに頑張って NADH と CO2 を一緒に吐き出したのに、あ、ごめん、それいらないから持って帰って、と逆反応を命じられても、頑張って作ったのに無理だよって感じですよね。そしてもう一箇所は、アセチル CoA とオキサロ酢酸が縮合してクエン酸回路に入る反応。使う酵素はクエン酸シンターゼです。クエン酸回路に入ると強く心に誓って、おりゃーと飛び込んだのに、あ、やっぱりいらないやと言われても、ちょっとあなたには人の情と書いて、人情っていうものがないという感じになりますよね。わかるわかる。そんな感じで、クエン酸回路の不可逆反応は、NADH と CO2 を一緒に吐き出すところ。とクエン酸回路の最初、クエン酸を作る反応です。あとは可逆です。通常クエン酸回路といえばくるくる回る円の部分だけを指すことが多いので、ピルビン酸とアセチルコエの反応は含まない回路内だけの不可逆反応は3箇所です。問題文をよく読んで答えてください。問題8、クエン酸回路全体の反応式を示してください。ただしここではピルビン酸からアセチルコエの反応もクエン酸回路に加えてください。はい、これももうお決まりの問題ですね。面倒くさいけど確実に点数が取れる問題でもあります。今まで覚えたことを書き出すだけなので、何回か実際に紙に書き出して練習しておきましょう。まずは材料のピルビン酸、オキサロ酢酸と縮合しないとクエン酸にはなれないので、オキサロ酢酸も加えます。できるものはオキサロ酢酸とその他もろもろ。まずはエネルギー関係から書き出していきましょう。クエン酸回路は回路の真ん中で GTP を1個作りましたね。 GTP を作るには GDP と P が1個いるので、こっちに加えておきましょう。次に電子伝達系で使うための水素を吐き出すところを書き込んでいきましょう。まずは NADH、 ピルビン酸からオキサロ酢酸になるところ、クエン酸か異性体のイソクエン酸になったかと思えば2回続けて NADH と CO2 をセットで吐き出していましたね。この3箇所は NADH と CO2 がセットで吐き出されます。東進生でも勉強したリンゴ酸からオキサロ酢酸への変換には NADH が吐き出されましたね。 NADH はピルビン酸からオキサロ酢酸までの反応の中では4回吐き出されます。 NADH を4個作るには NAD プラスが4個いります。ついでなので先に CO2 を見ておきましょう。
CO2 はこの3箇所で吐き出されます。この材料となる炭素は気質からもらえるので、特に新たに材料を追加する必要はありません。 FADH2 を見てみましょう。 FADH2 は琥珀酸の後に1個できましたね。 FADH2 を1個作るには FAD が1個必要になります。水の種子も加えましょう。これはどう説明すべきか最後まで悩んだのですが、大学生と高校生ではちょっと解釈の仕方が違うようです。ここでは大学で習う水の種子を説明します。水を加えたり取り除いたりする酵素はなんとかラーゼ。クエン酸回路全体でなんとかラーゼを使うのは、クエン酸からイソクエン酸になるときに使ったアコニターゼ、そしてフマル酸になるときに使ったフマラーゼでしたね。クエン酸からイソクエン酸になる反応はすでに酵素のところで説明したので省略しますが、まずはクエン酸の水を抜いて新たに水を加えることでイソクエン酸になりましたね。ということで、ここの水の収支はプラスマイナスゼロ。フマル酸からリンゴ酸になるときにも水が1分子必要です。なんとかラーゼを使っているわけではありませんが、アセチルコ A とオキサロ酢酸が宿合してクエン酸になるときにも水が1分子必要です。アセチルコ A とオキサロ酢酸が宿合する反応では、コ ASH を切るときに水を使います。よってクエン酸になるときに1分子、クエン酸からイソクエン酸の間ではプラスマイナスゼロ、フマル酸からリンゴ酸になるときに1分子、トータル2分子の水が必要になります。ちなみに高校生物では3分子の水が加わると説明されることがあります。大学の生化学では今説明した通り、合計2分子の水が加わるという解釈が主流のようです。皆さんが受験する試験の過去問をチェックしておいてください。最後に CoA を作るのに CoA がいるので計算しておきましょう。アセチル CoA を作るときに 1CoA 加える、クエン酸になるとき 1CoA 出ていく、トータルプラスマイナスゼロ。スクシニルコ A を作るときにも 1CoA 加える、琥珀酸になるときに 1CoA 捨てるので、トータルプラスマイナス 0CoA。 ここでオキサロ酢酸は両方にあるので消します。そういえば1個のグルコースは解糖系を得て2個のピルビン酸になりましたね。ちょっと大人げないので、1モルのグルコースは2モルのピルビン酸になりましたねと言い換えてみます。よって1モルのグルコースからできる反応物はすべて2倍になります。あとはピルビン酸を化学式に直せばいいですね。ピルビン酸は C が3個、H が3個、O が3個でマイナスに帯電しています。化学式で表すときにはここを OH にして表すのが一般的なので、H が1個増えて4個。333なら覚えやすかったのに343ですね。水素が1個余計ですね。はい、元気よくぶち込んで出来上がり。